どうも皆さん、おはこんばんにちは。オートンジャンダンス。おついちです。オトジャです。アニジャです。どうも。こんにちは。ヒカキンです。いやー、久しぶりにお昼の時間帯に生放送の方させていただいているんですけども、本日タイトルにある通り、先ほど言った自己紹介全部嘘で、私の本当の本名は雑談しながら予約枠トリオです。よろしくお願いします。まあトリオっていうのは、まあ、3っていうあれですよね。実は3人ある、三重人格ということも一つ内包しております。よろしくお願いします。こちらは今雪なんですけども、皆さんはこちらは今天気雪なんですけども、そちらはどうでしょうか。嘘しか言わない、嘘しか言わないです。こんにちは、お茶ありがとうございます。あなたたちのお茶をしっかり飲んじゃおうかなと思ってます。よろしくお願いします。いや、全嘘でやろうと思ってます。いや、あのさ、ちょっとあれよ、いつものやつよ。今日も作戦会議しよう。あ、ちょっと俺アマンガスやるんだけど、作戦会議しよう。お茶ありがとう。いや、酒飲んでねえよ。風呂入ってきた。もしかしたらシャワーからアルコールが出るあれかもな。ベルギーのシャワー浴びてきたのかもしれないな俺。今回その久しぶりに、いや、てか久しぶりだな、メンバーが。ちょっとメンバー見よう。アマンガスをね、8時からだっけやるんだけどさ、ソラルアマツキ、ルスナルス、センラ、坂田マフマフ、これルスセンラだな、穴これルスセンラ穴で、こう心に訴えかけて坂田だな、これある？あるか？この本当になんかもう、なんかもうマジで、なんかもうなんかさっきからずっと、さっき最初に死んでてみたいな感じのこと言った坂田さんは、いやーそうやなーって優しく許してくれる。で、俺らちょっと注意してな。俺がまず一番やっちゃいけないのは、ソラルを最初に殺すことソラルを最初に殺したらソラルが楽しくないだろってみんなから言われるから、ちょっとソラルにビビってんだよ俺今一番。ソラル、いや俺ソラルさんにはビビってないんだけど、ソラルの取り巻きが怖い。ソラル取り巻きが怖い。でもさ、そうなってきたらさ、ゲームっておもんないじゃん。だってさ、もうやるしかないタイミングってあるじゃん。だから俺はやりません。俺は怖いです。だから俺はソラルさんがもういつでも殺せるっていうタイミングでも絶対に殺さない。俺はもうソラルさんと和親条約を結びます。で、あと天月のルール違反に注意あとはマフ君はあれだな、早めに殺しとかないとやばいな、やっとかないといけないな。なんか最近天月君も自分で言うようになってきたんだよな、マジでなんかでも言い過ぎたら面白くないよって言っといたあ、でもよかったね、ネタみたいになっていや、で、枠を取らないといけないから、タイトルをちょっとみんなと違う一風変わったタイトルで、じゃあナルセベでやるわ。ナルセベで取るんだけど、一風変わったタイトルってなんかあるかな。なんか今回、うわそうだ、俺ちょっと待って、一旦一風変わったタイトルの話なしで、あの今回さ、なんか俺やばいかもしれない、あの逃げれないかもしれない。俺いつもさ、あのみんないるところの中に一人入れられたら、あ、私喋れませんよってなる、あのお病気をお持ちじゃん、持病じゃん。だからさ、アマンガスってさ、いいぐらいに一人になれる時間があるわけよ。だから俺アマンガスのあれって行けてたんだけどさ、なんか近くに人がいると喋れる、声が聞こえちゃうっていうシステムをさ導入されるわけよこれ。だからさ、そのみんなに聞こえてないだろっつってさ、まあ、ちょっといじったりするわけじゃん。それってさ、まずいじゃん。どうしたらいいかな俺。もう気にせずやるべき、それとも猫かぶってなんか、はあ大変だったなこの人、はあ、協力して頑張りましょうみたいな感じで言った方がいいかな。眠れない夜、私とお話ししませんかみたいな感じで言った方がいい。めっちゃありがとう、歌歌おうって。バカ、お前バカいる、もしかして。あ、歌歌うのありだな。今スッて出せるか。よし、俺にはな俺にはあれがあるからよな、これあるから、俺には。よし、これな、これあるからさ、敵いないわけ俺には。
これあるから、とりあえずのなんかうわなるせ何もしなかったなっていうのはないわけ。これこのチート使えばどうにかなるわけ俺には。タイトルなんかさよくあるじゃん、あの初心者のふりをしてゲームに乱入してみた、わら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 みたいなタイトルみたいな感じで第一なんか行くか、歌い手のふりをして第三章を歌うオペラ歌手みたいな感じでタイトル取ればあるか、あるなあるかあるかないか、ないねないねないだって、みんなよく分かってないってまあ第三章あるからやり過ごせるとして、まあ、とりあえず今日は猫かぶっていくわ普通に。で7時ぐらいからなんかこうみんなで設定みたいなのをする、あのマックンがあの教えてくれるらしいから、それぐらいまでだな今日の配信は。で予約枠を取ろう、予約枠を取ります。あでアレナルメイも取ります。曲決まったよ、あのあれの維新伝心リベンジの、なんとなんと全く分かんない曲でした。覚えないといけない、やばい。え今ナルセベでログインしたら、あなたのチャンネルは対象となっています、収益を得る新たな方法、メンバーシップを最大活用しましょう、だって今は利用しない。よし今利用したらな、俺メンバーシップできるようになってたでも何週間もやんなかったりするからな。よしタイトル、なんかスカイピースみたいなタイトルちょうだい。俺の尊敬する スカイピースか肉チョモランマみたいな、あの辺のタイトルが一番いいわけよ俺は。あれしたらあの総合してみたらあの辺のが一番いい。なんでスカイピース、スカイピース人気だからなんかそのアホだよな、あの人気な人のタイトルみたいな感じだとめっちゃいいみたいな。あ驚愕、すみかっこ驚愕、俺今アマンガスなんだけど今すみかっこ、すみかっこ驚愕にしてタイトル名入れるのやめる、あアホすぎることする。くらい入れよ、暑いからフラットネスです、くらい入れた今。すみかっこ第一三章アホ、そんなことあるか、そんなことある、大ウルトラ、ウルトラ神回ウルトラ神回にしよう、ウルトラ神回みんなクリックしたくなるだろう、とか言ってウルトラ、ウルトラよウルトラ、アルティメットよ IQ2 ウルトラ神回。どうする、なんかタイトル分かったわ、ソラルアマツキ、ソラルアマツキ、ルスセンラ、坂田、マフマフ、他でやったっけんわらわらみたいな、他が俺っていう、したら俺普通に自虐になって悲しいな、人気ないっていう。お茶ありがとうございます。ウルトラ神回これさみんなどっち派、アマングアス派それともアモングアス派、まあローマ字読みしたらアモングアスだよな、アマンガス派、アマング、アマンガス、お茶ありがとう。まアモアスつうか、あのさお前たち若いおなごみたいなふりすんのやめていいよ、あのさインライとかさアモアスとかさ、なんかプリコネとかさ、もうすっげえ略するやん。あとあれあのエーペックスのキルリーダーのことをキルリっていうのやめてなんかもうキルリーダーって言って、そこはな若いおなご短めにしすぎ、キルリキルリて絶対主人公のお兄ちゃんじゃん絶対漫画のよキルリゾルディックよ絶対今ウルトラ神回アマンガスまで行けたよ。ちょっと SC これ立ち上げてみんなでこっから決めていこう配信タイトルまでみんなと決めるの赤ちゃんすぎるだろ冷静に これが予約枠来た、ウルトラ神回アマンガス、これ綴り合ってるよね、あいいね、
怖すぎる。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで暴発するの第一三章。怖すぎるだろ。第一三章暴発したんだけど今。意味わかんないんですけど。どうしよう。ソラルは、殺せません。カッコ、トラウマ。カッコトラウマ。これ正直に全部を告白していく。カミングアウトです、これが。カッコトラウマ。ここよ、大事なの。ここ。この、ウルトラ神回、アマンガスの間。いや、違うんだよな。ルール違反はまだ触っちゃいけないから。一番危ない。ルール違反のやつは、言葉で出すから面白い。かな。アマちゃんがいるところで言うから面白い。やつかな。アマンガス。友人。歌って。人気歌い手と代表会とか、お前、俺どんだけ、俺もう、何、俺もあの日から歌い手とかいうあれでも何でもなくなったんだ、俺。じゃあ、あの日から俺はもう、妖怪なんだ。俺もう外された？除名されてるじゃん、俺だけ。ふざけんなよ。人気歌い手様と大妖怪なんかさこれ人によって煽ってんだろって思われそうじゃない？人気歌い手様とか言ったらさ、なんかさ、なんかすっげえ、何それって言われそうじゃない？なんか煽ってるだろ普通に。なんかよくないね。巻き起こす歌い手旋風これで巻き起こす歌い手旋風2の型。これちょっとどう、これ鬼滅キッズどう、2の型ダサい。難しいな。二の型って漢字がわからないもん。だってそれね、 A 型 B 型の型なんだ。合ってる。どう、東京ドーム出れない腹いせに全員ぶっ倒してみたみたいなの、どう俺しかできない切り口、俺しかできない切り口。お前がそれを選んだんだろうがって言われそうだから、それも難しい。危ない。全方位を考えると、もう全部の目線を考えると、平和なタイトル。楽しもう。やばい、全方位考えた、楽しもう。ナルセです。楽しもう。ちょ、俺なんか下手じゃないタイトルのこの、頭悪いなこれ。ウルトラ神回、ナルセです。楽しもう。アマンガス。何これ。初心者です。ナルセです。ハッシュタグ ASMR。
ASMR マイク使ってやる俺だけ。ちょっとつなげてみるか。これだっけ。あ、これ使ってやるっていうのと、俺だけ ASMR マイクっていう。叫んだら怒られるかな。ギャーギャー言ったらうるせえんだよっつって。ちょっと待ってな、接続するわ。どっちが右だこれ。左右がわかんねえ。いや、こっちが左でしょ。絶対叫ぶでしょって。叫ばねえよ。でも叫ぶよ。いっ、ちょっと待って、うるせえ。ちょっと待って、ちょ、うるせえな。ちょっと待って、今うるせえ。あー、お前ら聞こえてねえのか俺。ちょっと待って、マジうるさかった今。うるせえ。ちょっと待って、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 うるさい、うるさい、うるさい、ちょっと待って、うるさい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 。あー、こんにちは。え、うん、すごい音が悪い。いやー、音が悪いな。すごいでしょこれ。これでやる。俺が、俺だけ音質が悪い。知らねえ、知らねえよ。音がこもってるし、これオンにしないんじゃないか。だってさ、俺これあれでついてるさ、あれも上げてないもん。このあれ、これあのプラスチックのなんかビニールみたいなのがついてんだよ。あ、でもこれ ASMR みたいだな。ほらほら。いや、すごい。いや、でもこれね、なんか新しい感覚ですよ。すごいっすね。俺だけこれでやる。俺だけこんにちはとか。超意味わかんないでしょこれ。俺だけ。いや、でもね、叫んでも別に、別にだよ。あ、うるさい。ごめんごめん、俺だけうるさかったわ。いや、でも俺寝そべるやつないから。なんなの俺のその業に従おうと必死な感じ。なんなんだマジで。寝そべらないと無理。タイトル決めよう。ウルトラ神回初心者です、ナルセです。これでいいのかな。これでいいんじゃない。良くない。ASMR 見える。まあ無難にこれでいきますか。てかディスコードこれで喋れんのかな。ちょっと待って、これにするわ。あ、入ってるこれ。わかんない。設定できたらやるか。それでこれでやる。一番面白い配信待ってるわ。うん、はい、こんにちは。ただいまです。で、何時から。8時だよね。20時、8時って20時だよな。で、収益化を有効にするはオンですね。カスタム、うわやべ、一旦サムネ募集中にしよう。俺ねえわ。俺サムネ用意してねえわ。ナルセブのあれから借りるしかないな。ナルセ解体用タグから借りるしかない。これでゲームアマンガース土曜日8時、完璧ですね。これでいいですね。ナルス書くでもあり。これでいいのかな。いけたかこれ。なんかみんなコメントできないようになってる多分。喉が痛い。みんな残念なことが起きてるんだけど、コメントがみんなできなくなりました。皆さん残念ながらコメント今日できません。どうにかします。今なんで。あー、子供向け、できてる。
あ、できてるっぽい。ちょ、再読みかもしよう。いや、マジじゃん。できてんじゃん。ありがとう。よし。ありがとうございます。よし。これで打つ。で、ありがとうございます。打ったところで、予約枠のあれが完了しました。で、今日これ8時からやりますんで、暇な人は見てください。で、次。あらなる名の予約枠を取ります。予約枠、枠、鳥おじさんです。こんにちは。え、あらなる名のチャンネル登録者数17万人いるんだけど。え、なんかこの前10万人じゃなかった？はぁ、すごいね。増えてんね。すごいことだね。もう落ちた、何かが。もう泣いた。やめよう。次は、水曜日。23日水曜日の、23時から。涙の。なんていう、なんていうんだっけ、もう一回やるやつって。あ、リベンジ。友情は不滅です。てんてんてん。サムネイルをサムネ募集中に変える。うい、おー、サクッといった。こっちはまあ先週と同じだからな。それはいけるわな。23日水曜日お楽しみに。まあ、まず覚えるところからだな。頑張らないとな。で、今30分か。軽雑談しつつ、まあなるせ個人の方なんですけど、まあ今週のどっかでいければ嬉しいんですが、グッズが出そうな気持ちがあります。もうビュッと出そうな感じがあります。そしてそんなの私たちに聞かないでくださいよ。私たち緊張しちゃいますよって言われると思いますが、値段みんなで決めましょう。値段みんなで決めましょう。いや、あのあれよ、違うよ、あの画像を見せます、これはどうですとかじゃなくて、あれっす、一般的にこれっていくらぐらいで売ってんのっていうのを相場をみんなに教えてもらうかい。と同時に売るグッズが分かっちゃうな、それで言ったら。じゃあちょっと濁しながら言うか。まあまずスマートフォンのケースは他の皆さんとか、そのグッズを売ってる人たちはいくらで売ってるんでしょうか。教えてリスナー。おい、逆盛りすんな。高く盛るな。まあ3000、見た感じ2000円から3000円ぐらい。はあ、はあ、それってさ、普通のケース、なんかその普通のケース、あ、普通のいわゆるペタッとしたケースだよね。3000かな。じゃん、3000かもしれない。それだと俺が普通のケースを出すと思うか。いいな。で、あのでもね、3000か2500かも。あの白一色なんで、汚れちゃった時用に、2個ぐらい買うやつもいると思うから。でちょっとレザー的な感じだからちょっと安くするかも。なら2000円で。お、そうしますか。まあ2000から3000でちょっとね、あの業者の人とも話し合いつつ決めます。そんなもんだね。大福屋っていくらから送料無料になるっけ。あ、それなんか組み合わせで合わせやすいようにしよう。6000円。6000円か。パジャマの上下セットはいくらでしょうか。5000、6000。まあグッズだとちょっと高くなるよね。ぐらい。結構高めだよね。
受け。じゃあそこは絶対、まあ、6000ぐらいに抑えたいっすね、そこは。で、厚手のやつってお前らまだいらねえよな。暑いもんな、これから。厚手のやつもあるんだけどさ、またちょっと時期をずらして出すわ。OK。で、靴下いくらですか？靴下1000円。グッズだとそんぐらいだな。1000ぐらい。OK。2000、まあ、2個買って2000で。はいはい。まあ、1000ぐらいだな、じゃあ。で、今回は無料のノベルティがついてます。っていうのも、まあ、普通に買ったら多分1500円、2000円ぐらいかな。やつがついてるから、あれにするわ。送料無料のさ、LINE 6000円にしていいか。1注文にしたらさ、安いの買われたら俺死ぬから。いや、これの、あれは、これを作るお金、俺から出してないから。あの、ツイキャスのさ、あの、お茶くれた人たちに感謝して、ありがとうございますって。いや、お茶やった人は感謝せず、なんか買って受け取ってください。てな感じですかね。うん。こんなもんかな。とりあえず、今、いろいろ聞きたいのは数を。OK。まあ、届くのは3週間4週間ぐらいかなと思います。みんながね、買いやすい値段にできればなと思ってる。俺はね。でもしょうがないこともある。香水再販求む。お前香水のお前ロットやばいからな。香水最低何千からだったっけ。もうね、めっちゃ頼まないとね、作ってくれないのよ。やばいべ。ありがとう。受注期間どれくらいですか？受注じゃないよ。もう頼んでる。で、iPhone ケースなんだけど、iPhone ケースはもう受注にしてるけど、1週間ぐらいで切って、その数プラスアルファでドって頼んで、ちょっと在庫ありますよぐらいにしとくから。まあ、その、今の時期お金ないよ、でも欲しいよって人でも買えるようにしておきます。戦争かどうか分かんない。iPhone ケースはみんなに同じタイミングで来ると思います。ただそれ以外はもう先持って、まあこんぐらいだろうなっていう感じのものを頼んであるから、数を。そこで言うとそっちが戦争になるのかもしれない。まあ、戦争ってほどになるほどの数は、あの、少ない数は頼んでないから大丈夫。って言って香水やばかったんだよ。iPhone は何対応ですか？ iPhone は先に言うと iPhone は全部対応してる。で、なんとかかんとかミニみたいなさ、ちっちゃいやつあるじゃん。あれ以外は全部対応してる。Android のやつは泣くな、マジで。Android のやつ泣くなよ、マジで。俺がどうにかできると思うか。Android のやつ泣くなよ。ミニのやつらはもう泣くなよ。ミニのやつはもう、工場がもうやってませんって言われたの。もう工場から。もう12はもう、もう、あらへんよって言われた。うん、そうじゃない、それはね。リングないん？リングって何？指輪ってこと？それでスマホリング。スマホリングか。ふーん、スマホリング、ナルセが作るスマホケースにスマホリングがついてないと思ってるのか。ふん。ならいいけど。浅いね、まだ。浅瀬でチャプチャプしとくね。その辺も全部ついてるに決まってんじゃん。これは3000円。あの、言っとくけど、お前、かましてるかな。俺はもう、ここは自信持って言うけど、今歌ってみたので、グッズ出してる人の中で、いや、スマホケース史上1です。これ、あれよ。あの、ボジョレ・ヌーボーと一緒。去年を上回る傑作。今年のボジョレーは素晴らしい。安くない？いや、あのね、
食べていければいいのよ細々といいのよそれで。で、あ、そうです、今絶賛頑張って作ってる中熱エンジニアさん見つかりました。ありがとうございます。いろんなことが間近になってきて、ってなるといろんなことをやらないといけないこともどんどん増えてきて、毎日がちょっとてんやわんやで楽しいですけど、楽しくないですね。楽しい半分、楽しくない半分ですね。なんか忙しくて楽しいやつって何なの？忙しかったら楽しくないだろ。なんで？なんか思い出せる、出すことがないからみたいなことなのかな。いや、忙しいの好きなやつもいいんだ。なんか何も考えず布団でボーってしてるときが一番楽しくないか。そんなことないんだ。わかる。だからみんな今楽しいでしょ一番。布団だかソファーだかに座って配信聞いてバーってして、まあ一人、まあ一人は作業しながら、一人はまあストレッチでもしながら聞いてるんだろうけど、それが一番楽しいでしょこの時間が。いや、てかこの後ご飯じゃん。何食うの？お母さんに聞いてきて、ご飯何って。俺あれ食べたよ、サワラを焼いたものと味噌汁とご飯。トウモロコシだってって。お前のお母さんアバウトだな。今日ご飯何？トウモロコシだよって。え、ハムスター？それかあなた。どうした？ハムスターもコメントできる時代？その2パターンだな普通に。ウサギかハムスター。なんかさ、そう、すっげえ思うんだけどさ、好きな飯何とか言ったら、寿司とかカレーとかの中にさ、なんとか丼みたいなのさ結構流れるんだけど、もしかしてさ、女性って丼好き？男性の方が好きなのかな？丼好き？丼好き？あ、丼好きなんだ。じゃあみんな一人暮らし始めたら全然あれせんね、あの邪魔にならんね、洗い物少なくていいから。一人暮らし男、一人暮らし女は丼めっちゃ作るから。米と米のやつとフライパンしかなくていいから。なるせは丼別好きじゃない。ごめんなさい。なんか例えばサーモン丼とかあるじゃん。したらなんかなんだろう、なんだろう、俺が米だとしたらさ、俺が米だとしたらさ、上に急にオーバー乗っけられる人はいいよ、まだなんかその1個バスタル挟んでるみたいな感じだけどさ、いきなりべちゃってなんかくっつけられるんだよ。したらさ、わ、また風呂入らんばやんってなるやん。米はみんな多分また風呂入らんばいけんくなるやんって思うわけよ。米はわかる。でもさ、サーモン丼なら普通に食えんのよ俺。でもさ、急にさ、サーモンの刺身と白米ってなったらさ、これ米食えるかなって一回考えるの。何食えるんだけど一回考えない？俺これ食えんのかなってなるの分かる。方言なの今の？なんとかせんばやんって方言なの？おい九州のやつら今の方言らしいぞ。そうなんだ。え、がっつり方言なんだ。へー。いやなんかさ、最近さ、そのまあ家族もそうですけど、九州出身の YouTuber をめっちゃ見てるので見ているので、そのとても共感できる部分が多いんですよね。とても多いんですよね。そうなんですよ。なのでそのまあ今ちょっと感染してるのかなっていう部分は少しあるかも思いません。有坂と話すときは、有坂さんと話をするときは、まちょっと失礼な言い方をすると、あそこの方言は一切使いませんね。こっちの長崎福岡ら辺では全く使いませんので、うん、にゃっちょるけみたいな感じなので、あの有坂さんの方は、はい、あのなんでてかよく有坂、あのそんな若いのに
あれできたねって、方言キャンセルできたねって言ったら、昔 FPS をやっていた時にとてもバカにされたんですって言ってて、あ、人が方言を、人だな、あれな、奪われたんだなって、あ、FPS に奪われたんだ方言をあいつはって思ったわ。なんかさ、いや俺ね、ちょっといい、ちょっと関西の人たち耳閉じて、今閉じて、俺さ関西の人たちさ、これね、羨ましい、嫉妬が9割だよ。ずるくない？あいつら。なんかさ、だってもう標準語と関西弁ってもうなんか浸透してるじゃん。だから関西の人たちはさ、なんとかやんなみたいな感じで普通に入れるわけじゃん、ネットでも。あ、そうなんみたいな感じで来ても、あ、そうですそうですって、え、自分どこ中なんって言っても、あ、なんとか中ですって返ってくるわけやん。で俺がさ、ワイどこに中学行っとったのって言ったらさ、なんかさ、なんだお前田舎者かよ、えーって言われるわけよ。だったらさ、こっちはさ隠す努力をしてんのにさ、関西の人たちはずるい、そう俺は思ってる、嫉妬してる。俺らは隠れなわけよ。もう俺いわゆるあれだね、その全然自分たちの方言を隠さずに全然 YouTube とかやってる人たちを見たら、今のあれ踏み絵よ、踏まされた今でポロって出ちゃったけど、関西の人たちはいやいやいてこますとみたいな感じで生きれるじゃん普通に。で羨ましいなって私思うんです。関西の人たち耳開けていいよな。東北はさ、すごい東北の人も東北の人耳閉じて今。東北の人はさ、ちょっとシンプル分かんなくない？シンプルで分かんない。なんかちょっとごめんねマジで。ギリ分かるじゃん。俺九州ギリ分かる。東北はマジで分からん。なんか何度かどうみたいな、もうこれよ、みんな東北の人たち聞いて、東北の人たちが喋ろうとしてるのを、東北を知らない人たちがしたら、おめえらなんだかゴンドコどんどこどんどこどんどこどんぶらこどんぶらこ流れ去って、キジや犬や鳥やキビや団子さ投げて帰ってきとっと、鬼のおったやるぞ、刀抜いて倒したと、これこんな感じよ。今わかんないと思うけど、桃太郎の話したの。あんま伝わんなかったでしょ。九州で行くと、いやまあね、昔のね、桃の上からどんぶらどんぶら流れてきとったけん、とりあえず桃取って切ったわけよ。そしたら生まれたわけ。で、鬼倒したわけ。これよ。どっちが詳しくわかったかっていうと、まあ東北やな。東北の勝ち。でも関西はさ、ゴリ押しできるじゃん。いや桃がさ降りてきてるやん、で割るやん、バー言うてバッカー言うて割れたら、いやびっくりして、桃太郎生まれてた、びっくりして鬼倒してザバーやってバコーやって切った思ったら大将だ、バッカーやってびっくりしてやりました。こんな感じやん、ずるいやん。ジュニアさんです今のは。いやでも関西弁羨ましいよ、だってもう二刀流なわけじゃん。あ、でも違うのか、関西の人たちって標準語喋れない人も多いのか、喋れないというか、その関西弁だけですっていう。あ、そうか、二刀流じゃないってことか、二カ国語じゃないってことか。俺は二カ国語喋れますから、九州と標準の。まあそこだけだな、今まで標準語という生き物という自分を騙して方言を隠してきた人間たちが関西勢にマウントを取れるのは、こっちはバイリンガルですって、それだけ。関西の人たちからしたら、はーって、自分隠しててどうするんなるんだ。まあ逆に、いやでも逆に言うと、その理論で言うと、埼玉とか千葉とかあんのかな、なんかその
東京とかさ、標準語オンリーの人たちからしたらさ、めっちゃ羨ましいね君たちってなるのかもね。あ、そうなんだ。え、待って、方言がない県、方言がない県を調べていきます。方言のない都道府県はいくつありますか。え、埼玉、千葉、神奈川とかは今は方言とかあまりないのかなと思いますが、あ、ゼロらしい。その土地で使われている言葉が方言ですし、あ、ゼロらしい。なんかどっかで違うらしい。まあでも標準語によってんのはそこの首都圏だよな。へえ、まあ地域にもよるんだろうな。いやでも俺、いや、この姿勢は崩さないよ。絶対に羨ましい、俺は。本当に羨ましい。そう。で、俺、関西弁使うやん、たまに。関西なまり。俺、一番入れるかなっていう、その、わかる？その、嫉妬から使ってるんだよね。それで通るんでしょ、俺も使いますみたいな感じで使ってるんだけどさ、結局イライラさせちゃうっていう、関西出身の人たちを。はっちゃうんやけど。えせの、いや、ちょっと住んでたこともあるけど、そんなコテコテじゃなかったよ。関西の人たち多い、今日。いや、関西の人たち、すいません、本当に。マジでごめんなさい。マジで申し訳ない。関西弁って映らん。いや、映らん。え、映るかな。え、関西の人と話したら映る。いやー、なんかな、なんとかやしな、なんとかやけみたいな。あ、映る。あ、いや、それで言ったら有坂映ってるよな。なんかえぐい、いっちゃんえぐいみたいなこと言ってるよな。有坂だるま感染してるな。いっちゃんえぐいみたいなこと言ってるからな。誰もがやばいな。いや、俺もゴリゴリ方言使いまくってさ、みんなにさ、やろっかな。やぜかってとか仲間で使わせよっから、みんなに。まあ、鬱陶しいとかっていうの言うんだけど、やぜかって言うんだよ。意味わからないでしょ。やぜかって何みたいな。なんでこれ多分長崎オンリー。やぜか、やぜらしか。いや、アマンガスは普通にあれだよ。もうゴリゴリの標準語でいくよ。よろしくお願いいたします。これでいくよ。え、あ、ソラルさんが22時間前に年重大発表してる。何これ。あ、ライブなんだ。へぇ。7月31日、8月5、8月11、これは人を入れるライブなの。へぇ。いや、みんななんかもうたまらず、辛抱だまらずやってんな。ライブしたいライブしたいライブしたいでライブやってんな、みんな。それする俺やんないよ。コロナウイルスがある限りやんないよ俺は。で、規制とかかかんなくなったら考える。あってもある限り俺はやんない。だって自分もそうだし、親御さんとかも心配するっしょ。なんか嫌じゃん、帰ってきてさ、咳の一つでもしたらあんたって言われるの。まあ楽しいけどな、めっちゃ。なんかそういえばさ、なんかさ、巷ではさ、俺がさ発信したさ、俺が火種となったさ、伝説のさ、いいよそれくらい許してあげるがさ、プチバズ起こしてるらしいんだけど、マジプチバズ起きてる。え、マジプチでバズってる、起こしてる、プチバズ。あの子プリンスって呼ばれてんだもん、あの子やばいね。あの子、いやでもあの子に申し訳ないことしたかな、俺。どう思う。あの子結局すっごい美味しいことになってるよね、あの子。うめえうめえって、おいやめろよマジでって言いながら、いや
マジで美味しいんですけど、笑ったみたいな感じなのかもしんないな。煮ちゃって、うめえうめえって、今日もうまいわって。あ、やべ、7時になる、7時になるから終わるから、みんな、俺は8時からだから来てね。別に来なくてもいいよ、暇だった人だけ来て強制はしない寝んなよって、うるせえ、寝ねえよ。ありがとう、教えてくれて。寝ちゃダメってこと教えてくれてありがとう。君のおかげで俺は今日寝坊せずに行けそうだわ。お茶くれた人ありがとうございました。まあいろいろとね、今週進めていけたらなと思うんですけど、あ、そうだ、もう一個ラスト言おうとしたんだけど、今日さ、ナルセブあるじゃん。で、明日もね、今日コラボあるじゃん、あの歌い手のみんなと。明日も多分あって、もしかして明後日もあるかもしれない、コラボ系が。3連チャン、3夜連続、今夜は寝かせない、あるかもしれない。で、ちなみに言うと、今日はアマンガス、明日はエーペックス、その後もエーペックスか何かしら、まあ、明日はエーペックスかな。まあ楽しんでくれればなと思います。まあ月曜日は何かまだ分かってないです。まあ行けたらやるって感じです。という感じで、すいませんが、時間になってしまったので、8時から YouTube ナルセブにて、アマンガス配信したいと思うので、ぜひとも見に来てください。見に来れる人だけでいいです。お疲れ様でした。また会いましょう。